練習ラウンド風景、2ホール目。さっきパーでしょ。はい。俺バーディーだからさっき行きます。はい、お願いします。残ってるけどね、映像。炎上しちまえ、炎上しちまえ。ああ、335か。ドライバーで行くんすか。でもあそこのバンカーは入る。入る入る。高確率で入ります。あの間あるもんね、木の向こう。あの間狙えばいい。ここです。うわ、めっちゃいい球。本当にあそこ行ったわ。え？そう？であの木がだってもう結構でしょ。あ、いいですか。小声で恐縮するのやめて。マジだからそれだと。こっちはこう見えてね、怖いんだから。いやだな、そんなこと言って。ちゃんと叱ってくれる。叱ることイコール優しさ。そう。お願いします。うわあ、これやばいじゃん。当たった。うん、当たったね。オクラ、オクラ。ある。これか。ある。いい。ある。ああ、難しいなゴルフって。うん。直接ついてんだな。あっちで左手。おい、ナイス。ナイスショ。なんすか今のスイングは。それ誇張しすぎなんだよ。それ5回産みますよ。ナイス。いや、フィニッシュめちゃくちゃ悪かったけどな、なんかかっこ悪い。まあ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 、暴れてましたね。ナイス。まあ、ありがとう。いや、でもナイスショットだった。フクピディロン、フクピディロン。怖いよ。じゃあね、また告知のタイム、告知タイム始まりますんで。いや、まあ、いや、まだ出せないよ。これだってさ、これ漏洩したらもうえらいことになるから、ちゃんとね、僕らが生み出した理論だっていうことをちゃんと世間に知ってもらわないといけないから。ゴルフ理論で、理論赤棒まで持っておかなきゃいけないのさ。あ、危ないよ。やばいやばいやばい。そうだ、勘の人は気づいちゃうから。じゃあ2人の共同理論ってことですか。まあそうですね。安ゴルプレゼンツ、チーム商店で出すって感じです。ああ、なるほど。え、俺も入れてもらっていいですか。まあ、ちょっとそこは社長判断。ああ、わかりました。ちょっと一回会議に、はい、臨時かけます。はい、通るか自信ない。わかりました。そうっすよね。俺その提案通せる自信ないよ。ないっすか。これはね、顧問弁護士との話し合いが必要。でも、でも一つだけ言っていいですか。俺多分いないと思うんです。今日いけないっすよ。だって2人の多分今知識多分2ページぐらい必要だ。いやいや、いい簡単な理論にページ数は必要ないの。いや、2ページの本ってこと。ゴルフを簡単にするのにそんな何ページもいらないから。あ、そうなんだ。2ページで十分。そうだね、スクラ。本当ですか。大丈夫ですか。あと50ページ写真。顔、顔写真。なんなら俺全部待って、社長、これ世界に放映され、放送されますよ。いやいや、ありえますよ。ありえる、うん、全然ありえる話だ、うん、そうか。まあでもね、そうやってちょっと革命をね。これ革命起きちゃうよ。起きるか。ああ、そうか。すごいいい球しか出ないね。だから俺ちらっとこう聞いたところを、いや、それってさ、みたいな。
その難しいな言い回しが。いや、うまい。あ、はい、うまい。いいっすね。オッケーです。で、滅死しとくんで大丈夫です。社長にダメ。さあ、その著作権をかけた戦い、うまい、めっちゃいい、え、めっちゃいい、何今のスイング、めっちゃレベルでボールだけさらってった。だから俺は、なんかマキロイとかさ、そういう人たちがスイングしてるのを見てて、あ、今更やってんだみたいな。ちゃんと分かりやすい言葉で簡単に伝えられるかって話なの。ああ、そういうこと。自分の知識頭入れらんないから、みんな。そうだね。2ページでいい。キャッチーなフレーズで。2ページで終わる理論。ていうか、これが。これがピー理論。うん、だって待って、右セーフなんだけど。ちょっとやっちゃうよ、じゃあ。ちょっと俺探してくる。飛んだね、でも。そうっすね、70の60度だ。はい。お、いい。お、筋。筋。ナイス。いや、今ちょっと動きカズプロっぽくなかったっすか。うんうん、左に行こう。もうカズプロ大丈夫かな。もうちょっとお役ごめん。お役ごめんですか。もうこの理論さえ完成すれば、ね、完成すればもう僕らに右に打ってるようじゃ、もう今ボール探してるようじゃ。本当だよ。ダメですねこれね。2人をグリーンに渡して何もしてるんだって。ここも あってもじゃん。確かにねえ方がいいレベル。うん、いやこれ見つかんないでしょ。さあちょっとないから、こちら、まあ、ワンペで行きますか、進行の都合上ね。いいよ。いや、ローカルルール的にはワンペだったらフェアウェイでもいいんだから。うん、80、90ぐらいか。はい。ナイス。ありがとうございます。これでなんかショートホール分のハンデ使っちゃった。なんか俺一人だけ勝負してるみたいになってるんだけど。まあだから勝負っていうのはちょっと。2人で何話してたんですか。いや、もうかなり確信に迫った内容話してた。あ、本当、うん、早く世に知らしめたいな。いつ、今年中みたいな。もう早ければ。あ、そうですね、うん、いけますよ。あ、ちょっとそのまあ弁護士、弁護士確認と、そうですね、法回り、はい、整理して。なんか俺、あの知り合いの人いますよ、著作権の弁護士。はい、います。いいともでした。やすくもいいともあった。いいともあった。ナイス。カズプロみたいな、なんか、うん、感覚に陥って。あ、ほんと。教えはったわけでもないんだけど。まあまあ、でも、あの福ピー、俺が教えると教えまって言うから。教え。あのうちですね。うん。チームみたいになってるからね、そっち。はい、三打目。バーディーパット。いい男とは当たらないんだけどね。いやー、じゃあ、はい、スーペラです。いや、まあ、すいません、マクシュン君。
埋まってるんですよ。つえだっていうね。いやまあまあ練習ラウンドなんでスコアのつけてないんであれですけど、勝負という体でいいラウンド風景をね。そうですね、完全馬取る。重みで止めてる。重みで止める。はあ、言いかけてる。やばいやばい。大丈夫この動画大丈夫大丈夫かどうか知らんよ。大丈夫か大丈夫じゃないからやってないんでね、うちは。フェーズで生きてねえから。そう、ああそういうフェーズじゃないんだ。うまい、カモン。まあナイスボギー。まあまあ。さあヤスバーディーで。ナイスボギー。ダボってたけど、カモン、ナイスボーディー。あ、ボーディー。うん。ナイスボーディー。今言ってたのに。ナイスボーディー。ぜひね、いつもこんな3人でも会ってるので、あと1人。入りたいという方コメント入社していただいて、視聴者参加型練習ラウンド。いや、視聴者参加型企業企業、そうだね。とりあえず一回ゴルフをしてみて、視聴者入社型企業、うん、それが入社面接なんで、うん、ゴルフでわかるから。まあ、そうっすよね、うん、なんかそんな背中で語らないでくださいよ、うん、声入ってるから。ごめんごめん。あ、こっちです。はい、じゃあ今後も頑張っていきましょう。よろしくね。はい、よろしくお願いします。これです。はい、お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。何か要望などこういう企画をやってほしいとかいうのがありましたら、コメント欄または DM で送ってください。待ってます。では。